はい、仏教寺チャンネルの大地でございます。日本仏教の将来を考えている志のあるお坊さんっていうのはいっぱいいらっしゃるわけなんですね。いっぱいいらっしゃるっていうのはとても頼もしいことなんですけれども、現状の認識っていうものが間違ってしまっていたら、未来のデザインっていうものもどん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 狂っていってしまうものでございます。そうした時にですね、よくある誤解っていうのを一つ解いておきたいなっていうふうに思ったわけです。今回はですね、過去にもしたことのある話ではあるんですけれども、同様の話っていうのをね、ちょっとジャンルを変えてお話ししたいと思います。で、曹洞宗のお坊さんが嫌われているのか、曹洞宗の葬式とか極陽というものが嫌われているのかっていうのはですね、過去の動画でも取り上げておりますので、今回はですね、浄土真宗さんについてちょっと、口を挟まさせていただきたいというふうに思うわけなんですね。よろしくお願いいたします。2018年11月1日付の毎日新聞の記事でですね、僧侶に悪印象、原因は態度、金銭感覚っていうふうなニュースが取り上げられています。で、まあこれがですね、京都新聞さんでありますとか、他のメディアの方でも取り上げられたりもしているわけなんです。でですね、内容といたしましては、2017年の11月に大阪で開催されましたエンディング産業会っていうところで、浄土真宗本願寺派総合研究所さんがですね、アンケート調査をなさったんです。で、読んでいきますと、仏教、寺、僧侶の印象について悪いが1、良いが5の5段階で尋ねたところ、平均点は順に4.1、3.8、3.5 と僧侶が最も低かった。仏教への悪印象への原因を選択してもらう設問では特にない過去 45% に次いで僧侶が 25% を占めた。宗教者の回答に限るとうんぬんというふうに続くんですね。要するにですね、仏教とお寺と僧侶の印象、いいイメージか悪いイメージか、5段階評価で点をつけてみてくださいというふうな、そういったアンケートになっているわけなんですけれども、それで仏教の評価が 4.1、 寺の評価が 3.8、 僧侶の評価が 3.5 だったわけです。ぶっちゃけですよ、お坊さんの点数が 3.5、 なんかね、5段階評価で 3.5 っていうと、なんかいかにもね、真ん中ら辺のちょっと地味な点数っていう感じするじゃないですか。でもね、 3.5 を100点満点に換算してみてください。100点評価に換算してみたら、この 3.5 ってね、70点なんですよ。70点。あのね、70点って、まあ、大学の有料か不可で言ったらギリギリ量ですよ。量かですらなくて、ましてや負荷なんてもんじゃなくて、量ですからね。量ついてるの。量ついてるんですけれども、毎日新聞の記事としては、僧侶に悪印象っていう風なタイトルになってるんですね。で、このまあ毎日新聞の記事読んでみてもですね、嘘は言っていないけれども、まあちょっとミスリードだよなっていう風な、そういう風な内容になってるんです。で、この辺のことをね、佐藤総裁さんの方でしっかりまとめていらっしゃいますので、よろしければご覧ください。で、このね、100点満点で70点取れてるってね、これ、ここで終わらないんですよ。ここで終わらないんですよ。どういうことかって言いますと、宿坊研究会ホーリーの旅ブログというブログがありまして、堀内勝彦さんかな、堀内さんっていう方がですね、作られているブログで、実際にそのエンディング産業展にいらっしゃって、で、回答なさったらしいんです。そのアンケートに回答なさった方が、そのブログでそのアンケートについて書いてらっしゃるんですね。で、これちょっと、一部抜粋で読まさせていただきますと、こちらで配られていたアンケートがどぎつく面白かったので紹介します。本願寺カフェのアンケート、さて、どんなアンケートだったかというと、出だしはこちらです。仏教について悪い印象を与えているものを教えてください。ズドーンとストレートな質問が来ました。ついでに言うと、いい印象を聞く項目はありません。さらに続きます。お寺について悪い印象を与えているものを教えてください。お坊さんについて悪い印象を与えているものを教えてください。同じくいい印象にはノータッチです。その後も葬儀で不満を覚えたことなどが続いていくのですが、こんなにも自分たちの聞きたいこと、かっこそれもネガティブ方面で、かっこ閉じに的を絞ったアンケートも珍しいですね。ブースに知り合いがいたので、アンケート協力していこうと気軽にペンを取ったらいきなりカウンターパンチを食らった気がしましたよ。いや、これどう書こうって。まあ無記名ですし、ある程度思っていることを書かせていただいたわけですが、関連業者の方ばかりが集まる産業店とはいえ、なかなかハードなものを配っているなと、現場のお坊さんたちのたくましさを感じたわけでした。
っていうふうにね、感想を綴っていらっしゃるわけなんです。っていうふうにですね、そもそもの設問がド M なんですよ。そもそもの設問がド M、 まあこれね、浄土真宗本願寺派さんがこう改善点を探すための調査あったんでしょうね。ですから改善点を教えてくださいっていうようなアンケートですから、まあそういうふうな内容になるのはまあ当然なわけですよ。なんですけれども、それはそれでとても意義のある調査だとは思うんですけれども、やっぱりバイアスはかかってるわけです。バイアスはかかってる。で、バイアスがかかってる調査で70点取ってるんですよ。70点取ってる。これで優秀だと思いますよ、私。ド M なテスト、厳しいテストで、浄土真宗本願寺派さんのお坊さんたち 70%、70点評価されてるんですよ。私大したもんだなと思いますけどね、これ。でも、毎日新聞のタイトルとしては、僧侶に悪印象、原因は何か、みたいなね、そんな記事になってしまっているわけです。で、そういったところでね、やっぱり我々が過度にお坊さんは嫌われているんだっていう風に印象を持っていってしまっているっていうのは確実にあるなっていう話なんですよ。これ、曹洞宗の方の、まあ一応ね、ここまで話しましたからご紹介しておきましょう。こういう風な動画なんですけれども、まあ概要欄にね、リンク貼っておきましょう。こちら回してみていただければって思うんですけれども、どうやらですね、私たち日本仏教のお坊さんは自分たちのことを過小評価しすぎていると言いますかね、もうそれを通り越して被害妄想を持ってしまっているっていうようなね、お坊さんっていうのは嫌われ者なんだでありますとか、お坊さんの世界っていうのは先行き真っ暗なんだっていうのを、ちょっとね、被害妄想として持ちすぎているなっていうのを皆さんにお伝えしたいわけなんです。で、これね、先ほどのアンケート調査の話、浄土真宗さんの、エンディング産業展におけるアンケート調査の話なんですけれども、まだ話続くんですよ。これね、一番辛口な点数つけてるのが、お坊さんと葬儀業界の人なんですね。お坊さんと葬儀業界の人たちが辛口の点数をつけていて、一般来場者の人たちの点数が一番評価いいんですよ。要するに身内が厳しく考えているっていう風になってる上で70点取ってるわけですからね。やっぱりね、私大したもんだと思いますよ、これは。その一方でですね、平均点のつき方として仏教が 4.1、 お寺が 3.8、僧侶の点数が 3.5 っていう風に、やっぱり僧侶、お坊さんが最も点数が低かったっていうのを、問題視されているわけなんですけれども、まあ70点取れてますよっていうことをまず言いたいこと。そしてそれだけじゃなくって、浄土真宗さんの宗派のデザインってそれで合ってるんじゃないかなっていう風に思うんですよ。これお坊さんが低くなるっていう意味じゃなくて、阿弥陀様は素晴らしい、阿弥陀様は尊いっていう風な、そういったデザインの宗派っていう風に私は認識してるんですけど、これ間違ってますでしょうか。ですからお坊さんの点数が、阿弥陀様よりも低くなる、まあ逆か、お坊さんの点数よりも阿弥陀様の点数の方が高くなるっていうのは、これは浄土真宗さんのお坊さんが頑張って布教してる成果だっていうふうに考えていいんじゃないかなっていうふうに私は思うんですよ。これが逆に禅宗だったらばまた話は違うんですよ。で、実際に禅宗の場合は曹洞宗の宗務長の調査によって、曹洞宗よりもお寺の方が評価、まあお檀家さんの間で評価されていて、お寺よりもお坊さんとかお坊さん家族の方が評価されているっていう風な、その調査結果が出ているんです。先ほどね、ここに貼りました、そちらの動画の方で説明してますけれども、曹洞宗と浄土真宗さんでは結果が逆になってるんですよ。だけれども禅宗っていうのは確かにお釈迦様を拝みましょうとか仏様を拝みましょうっていう風に言いますけれども、禅の素録、禅の語録の中で昔のね、中国の禅僧が焚き木代わりに仏像を焼いたみたいなね仏像を燃やしたみたいな話が出てくる宗派なんですよ、禅宗っていうのは。そうした時にやっぱり禅僧っていう風な言葉も作るぐらいですから、お坊さんにフォーカスしてもらうようなデザインの宗派になってるっていうのは、もうこれはね、自然な結果だと思うんです。で、逆に浄土真宗さんの場合も、阿弥陀様を拝みましょう、阿弥陀様を拝みましょうって言ってて、その阿弥陀様を拝みましょうって言ってる、その成果が如実に数字に表れてるっていうふうに、これね、現場のお坊さんが頑張ってる成果だと思っていいんじゃないかなっていうふうに私は思ったんですね。ちょっとね、これ私は、浄土真宗さんの領域としては、完全に門外観、専門外のものですし、はっきり言って素人ですから、浄土真宗のお坊様方からすれば、いやいや、そんなことはない、それは、素人考えだっていうふうに言われるかもしれませんけれども、まあ、私はそうじゃないかなっていうふうに、ちょっとね、投げかけてみたいっていうふうに思います。いかがでしょうか、浄土真宗の皆様。ね、で、そういったところでですね、まあでも、少なくとも70点取ってるわけですよ。70点取ってる。
浄土真宗さんの総合研究所がその浄土真宗のお坊さんたちの育成を考える上で楽観的なことは言わないというのはもう重々わかります。これね曹洞宗でもあります。あの私のね出身修行道場である総持寺でもですね、もうねどんなにその年 の, あの新入り1年目が出来が良かったとしても必ずねこういう風に言うんですよ。お前ら過去最低だぞ過去最低を更新してるぞ、お前らみたいなひでえやつ今までの総持寺いなかったからな、お前ら総持寺の歴史の汚点だぞみたいなこと言われながら育ちますから、そういう風なね育てる側の意図目的としてあんまり楽観的なことは言えないっていうのは重々わかります。やっぱりね課題として提示して育てようっていう感覚っていうのもね重々よくわかるんですけれども、ここが一番言いたいんですけれども、マスコミが言ってるお坊さんのイメージっていうのね絶対鵜呑みしちゃダメですよ。あのさっきの毎日新聞のお坊さんが悪印象ってそれだけ読んだらなんかすごいミスリードされそうになるじゃないですか。ああいうのに釣られないでいただきたいなっていうふうに思うんですね。でもう最近のニュースで言うとねもう本当にひどいなって思うんですけれども、全日本仏教会が不摂生の教えに矛盾するからって言って死刑反対を表明する見通しだみたいなことがなんか先日ね、ニュースで流れたじゃないですか。あれ1月頃だったかな。で、これがね、誤報だったんですよ。誤報。ね、全日本仏教会がもう完全にね、否定してます。ちょっと読みますよ。こちらは、デイリー新潮さんの2月15日土曜日付の記事です。タイトル、死刑反対は表明していません。フライング報道に全日本仏教会が断言っていうね、こういうね、否定するニュースがもうね、バシッとね、掲載されてます。死刑反対は表明していません。こう断言するのは全仏の広報担当者だ。あの記事を書いたのは共同通信の記者で事実関係に間違いが多い。当日理事会を開いたのは事実ですが、最初から死刑反対の表明を了承する予定もありませんでした。ですから記者会見を開くはずがないのですっていう風にですね完全に否定されてるんですよ。本当にね最近のメディアって本当ひどいな、あの誤報がひどいなっていう風にね思うわけなんです。で、これ仏教界だけの話じゃないんですよ。仏教ディスりみたいな話だけじゃなくて、例えばねつい先日で言いましたらコロナウイルス対策のニュースとかでもですね、その西浦教授の発言として人との接触を7から8割減らさないといけない、厳密には6割だけどっていうようなね、そういった内容の発言をしたみたいな記事を朝日新聞が掲載したんですけれども、その西浦教授ご本人がツイッターでそんなこと言ってません、6割なんて発言していませんっていうふうにね、あの否定されてるんです。でそれだけじゃなくて、そもそも朝日新聞の取材は受けてませんとまでおっしゃってるんですよ。っていうふうにね、取材っていうものをちゃんとせずにどんどんこうね見切り発車で記事書いていって、で事実とかもうどうでもよくなっちゃってるような記事っていうのがもう世の中に溢れてるわけですよ。そういった中でやっぱりねお坊さんに課題がないとは絶対言いませんよ。課題がないとは言いませんけれども、課題の中身を誤認してしまっていると、その誤認によって将来のデザインっていうものがどんどん狂っていくわけです。ですからねもうねあのマスコミの話聞かない方がいいですね。私の動画といたしましても仏壇離れが、深刻だっていうニュースに対して、いやそれちょっとね捏造だぞっていう、捏造っていうかね、あのデータの扱いっていうものが極めて不誠実だぞっていうのを動画にしてるんですよ。こちらのね、変更報道、日本人の仏壇離れは急速に進んでいるのか、東洋経済オンラインっていうふうな動画アップしてるんですけれども、もともとの調査の中では仏壇を持っている人の数が微増しているにもかかわらず仏壇離れが進んでいるっていうふうな、ちょっとおかしいぞっていうような記事がやっぱりねあったわけなんですね。そういうのをご紹介したわけなんですけれどもね、本当にねもうマスコミの言うことを聞いて現状把握をしようっていうのは絶対やめた方がいいです。マスコミの言うことは必ず裏を取るか、そもそも聞かない方がいいです。聞かなくていいと思います。ちゃんとしたリサーチをもとにね、将来をデザインしましょう。実際にね最初言いましたあの辛口の調査、浄土真宗本願寺派の総合研究所さんの辛口の調査の中で70点取っている、これはですね楽観していい数字だとは言いませんよ。楽観していいっていう数字ではありませんけれども、決して人々に嫌われているっていうような様子はこの数字の中から見て取れないわけなんですね。冷静に見ていくと、そうすると将来っていうものをデザインする上でもっとね、なんていうのかな、ご門徒さんでありますとか、お檀家さんが大切に思われているもの、大切に思ってくださっているものっていう、そういうメリットを生かす戦略っていうのが選択できるんですよ。だけれども、自分たちがこうね、
すごい自分たちを過小評価したりでありますとか、あるいは、被害妄想、ある種の被害妄想みたいなのにとらわれてしまっていたら、本当は皆さんが大切に思ってくださっているものをないがしろにする戦略を取ってしまうかもしれないっていうね、こういうリスクが発生するわけです。これはね、やっぱりね、よろしくないんですよ。で、同様の調査結果、意外とね、このお葬式でありますとか法事でありますとか、お弔いっていうものを実際に経験したお檀家さんは、実はお坊さんのことを、なんていうのか、認めてくださっている、好きになってくださっているっていう、調査結果が曹洞宗の方からも出ております。でそうしますとね、日本仏教全体の話じゃないかなっていうのがやっぱりね、見えてくるわけですよ。浄土真宗本願寺派さんが特別だとか、曹洞宗が特別だとかいう話じゃなくて、おそらくどこの宗派でも同じではないかっていうふうに考えるのがまあ自然ですよね。まあ言うてもね、これは確認は取れてませんよ。確認は取れていません。ですから、これからっていうかね、今ですね、YouTube を始めていらっしゃるお坊さんね、どんどん出てきていらっしゃいます。で、そういった方々にですね、ぜひこういうような数字っていうものを出して、世に出していただきたいなって思うんですよ。ね、まずご自分でその宗門の各宗派の調査っていうものをチェックなさってみて、本当に私たちがやっていることはマスコミが言っているような状態にあるのかどうかっていうのを検証してみましょう。それによって私たちが21世紀を通じて目指すべき進路っていうのが見えてくるわけです。進路っていうもの、未来の戦略っていうものは主観で考えちゃダメです。ちゃんとリサーチに基づいてやらないといけないって言った時に、なんかね、こう印象操作されているものに毒されてもいけないね、そこのところね、私たちの手でチェックしましょうよ。私たちが21世紀の仏教っていうものの道筋をね、おのずと決まってくる材料っていうのを私たちの手で集めていきましょう。これね、インターネットの力でできることですから、絶対にできます。それからですね、私たちの仲間、お坊さんの仲間をね、もっと信用しましょう。やっぱりね、一人一人の個々の問題として見たときには、それはね、いろんなお坊さんいますよ。それはしょうがないです。もうお釈迦様の時代であっても、生臭坊主っていうのはいたわけですからね。六軍比丘でありますとか、あるいはお釈迦様が亡くなったときに、やった、これでうるさいことを言う締め付けてくるやつが死んだぞっつって喜んだ天の尺だっているわけですからね。お釈迦様の時代であっても生臭坊主っていうのはいたわけです。お釈迦様の直接の弟子であってもね。そうしたときに、その生臭坊主のことを気にしていてもしょうがないんですよ。絶対人間である限りいつの世にもいるものですから、そこにこだわっても仕方がないんです。それよりかはもっとね、マクロに見ていって、世の中全体として見ていって、仏教がいい方向に進むようにっていうのを考えていきましょう。で、そのためにまずは仲間を信じましょう。マクロに見た時に、私たちのお坊さんの仲間っていうのは信用に足る存在です。それはもう調査の数字からね、今回の浄土真宗さんの本願寺派さんの、調査結果しかり、曹洞宗の調査結果しかりでも出てますからね。もうそれは信用してください。それが、いやそんなことないです、もっとお坊さんは、腐敗してるはずだっていうふうに思われるのであれば、それはちゃんとしたエビデンスを持ってね、ちゃんとした調査結果、リサーチっていうものを持ってきて、その上で、反対してください。自分自身に自信を持って、そして仲間を、お坊さんたちを信用していっていただきたいなっていうふうに思うんです。で、世の中というものはですね、選挙でいうところの浮動票によって結構ね、動いてしまうものなんですよ。政治の選挙だってそうじゃないですか。結局は浮動票をいかに取り込むかっていうところに焦点が集約していきますでしょ。そういったところでですね、印象操作っていうものはすごい強い影響を持つんです。浮動票の人たちっていうのは、この印象で動きやすい存在ですから、印象操作っていうのが強い影響力を持つんですね。そうした時に、だから我々も、なんだ、こう、脚色したデータとかで、印象操作ガンガンしていきましょうみたいな格好悪いことは言いませんけれども、アンチ側の印象操作っていうものは止めていかないといけない。止めていかないといけないです。で、なんでそういうことをしていかないといけないかっていうと、それはお寺が、窮地に立たされるからっていうのは、まあ、なくはないですよ。なくはないですけれども、そんなことじゃないんですよ。そんなことじゃなくて、その印象操作によって、浮動票がアンチ極陽の方に傾いてしまうことによって、一番割を食うのは、実を言うと、一心に極陽をしたい方々なんですよ。ね。
例えばですよ、これまああくまで一例ですけれども、不動票の人たちがアンチ極右の方に動いてしまった結果、なんかそういうね世論が出来上がっているような、そういう風なイメージを持たれた結果、何が起きているかっていうと、子供世代は親の極右をしっかりしたい、一心に極右をしたいのに、親世代が子供の負担になるからって言って、なんかすごい申し訳なくなっちゃって、遠慮しちゃって、もう迷惑になるからいいよいいよって言って、極右させないっていうような、そういった状況が生まれてしまう。これ生まれてしまうというか、生まれてしまってますよね。ね、こういうことにね、私たちはしっかりね反省を持たないといけない、反省を持たないといけないです。私たちがそのデマっていうもの、印象操作っていうものを野放しにしてしまった結果、一番極右したい門徒さん、お檀家さんたちにしわ寄せをしてしまってるっていうことに反省を持たないといけないんです。って言った時にね、やっぱり現状というものを正しく認識していきましょう。そしてその上で将来というものを考えましょう。ね、今まで通りでいいなんて私一言も言ってませんよ。正しい認識を持って、その正しい認識に基づいて未来をデザインしていきましょう。ね、はい、こんな感じでですね、私のこのチャンネルでは、お寺のよくある誤解でありますとか、仏教の考え方、そして読経、あるいはお寺の生活、日常生活でありますとかね、そういった仏教、お寺の世界についてご紹介をしております。ぜひですね、チャンネル登録、そしてコメント、動画の拡散、チャンネルの拡散などでご支援をよろしくお願いいたします。そんな感じで本日の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。皆様、合唱。はい。また見てねー。